はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。小林さんが何か言いたげにしているところで終わったんですよね。さっき清さんが言ってたのを忘れたのか、底虫村の後には悪霊が住んでいる、よそ者が入り込むことを嫌うから言ってはならないと言っていただろう。へえ、あのばあさんそんなこと言うとったんか。そら面白い、そらおもろい。ぜひともいかんとな。香山さんはヘラヘラと笑った。清さんは昔からの言い伝えにはそれなりの根拠があるとも言っていた。私もそう思う。何もわざわざ人が行くなという場所に行くことはあるまい。小林さんが言うのも一理ある。いや、本当は2にも3にもあると言いたいところなのだ。おじさんお願い。めっちゃマリー、学問上の大発見があるかもしれないのよ。危険すぎる。少しでも危険な危ないことが起きそうだったらすぐに戻るから。絶対戻らへんパターンやんこれ。もうなんかね、そんなパターンですよね。お願い、ほんの数十分立ち寄るだけだから。絶対違うやろ。しかし私大学を辞めて一度民族学の夢を諦めたの。でもずっとそれを後悔してて、今帰ったらまた後悔する。私もう同じことを繰り返したくないの、分かって。マリはまっすぐに小林さんを見つめた。こんなにマリの、じゃあ真剣なマリは見たことがない。先に視線をそらしたのは小林さんだった。分かった、ありがとう。マリは小林さんの首にしがみついた。ただし危なくなったらすぐに戻るからな。絶対戻らんパターン。そんなに時間はかからないと思うから、おじさんはここで待っててね。おいおい、雲の化け物がうろついてるんだぞ。私を一人で置いていくつもりかね。小林さんは口ではそう言ったが、マリを放っておけないという気持ちが気持ちからであるということは明らかだった。まあそうだよね。香山さんを先頭に僕たちは歩き出した。小林さんがそっと僕に近寄った。気の強い子で、君にも迷惑かけるんじゃないかと今から心配だよ。そうですよね。僕は一瞬何のことかわからなかったが、小林さんが親指を立ててにやりと笑ったのを見て意味がわかった。安心してください、僕がマリを守ります。頑張れトル。うわぁ、廃村といっても底虫村は今なお人が住んでいそうな外観をしている。江戸時代に滅びたという話が本当だとしたら、ちょっとした民族資料ではないだろうか。確かにそうだよね。怖っ。現に村が透明に見えてきただけでマリの興奮が高まっていくのが手に取るようにわかる。ですよね、やっぱり。やっぱマリちゃんそうなっちゃいますよね。すごいわ。この辺りは暴風が吹くことが多いのに、こんなに保存状態がいいなんて信じられない。誰かが手入れしてるみたい。村人の悪霊じゃないのか。小林さんが茶化したがマリの耳には入っていないようだ。ですよね。下界からの侵入者を拒むように石垣が目の前に立ち塞がっている。村への狭い入り口には大きな岩が置かれ、入れないようになっていた。明治になってから岸だらけが置いたんやろ。香山さんは岩をいじり回した。岩には横一文字に紐状の跡がついている。おそらくこれはしめ縄の跡ね。マリの指摘に僕はうなずいた。なるほど。わあ、びっくりした。これはさえの神ね。さえの神、ほら顔がついてるでしょ。マリが言った。よく見ると岩の最上部に顔が2つに鼻と口が地質に彫刻されている。その下顔の胴体にあるあたりには漢字とカタカナで何やら文字が刻まれている。最初と最後は梵字とか神代文字だから読めないけど、真ん中のところにはこう書いてあるわ。読んでくれるのね、ありがとう。
ここから先そこ虫村常世の入り口なり、入るなよ入るなよ。フラグじゃないですか。だいぶ入ると死ぬぞ、皮溶けるぞ、肉腐るぞ、骨砕けるぞ。ん、何これ。小僧ロフみなただれるぞ。今はしきもの多く現れるぞ。一名少なびこな問いふう、それは少なびこなというそれはすでに死にたるものである。どういうこと。一名どういうことだ。ここは浄土と長らえば元の地獄となりにけり。生阿弥陀仏生阿弥陀仏。少なびこな王国主名が国づくりをするときに手伝った体の小さい神様よ。最後にはガマの穂に弾かれて所の国に飛んでいってしまう。あとの一寸法師とかの小さな子の小さな子伝説の元祖と言われているわ。村への侵入者を呪術的に防ぐためだと思うけど、ここからは出入りできないわね。仕方なく僕たちは石垣を乗り越えることにした。うわ、村の地面に足をつけた瞬間、僕の体を何ともなあ不思議がたいおののきのようなものが走った。それは脊髄を震わせ毒矢のように頭に突き刺さった。足元には何もない。だがなめくじだらけの地面に乗ってしまったような言葉では言えない嫌な感じ。僕はマリの顔を見た。表情が暗い。マリも同じ気分を味わったようだ。だがなんだか空気が重いな。おばあさんが言った。そうなのだ。空は晴れているのにどうも村の中だけが曇っているようだ。空気が急にジメジメした陰鬱なものを変化したのだ。うわ、なんかちょっとやばいなそれ。気のせいやろ。さあ行こうか。そういう加山さんの口調もどことなく暗い。暗いんか。言葉もテープを少しだけ細回しにしたようで聞き取りにくい。気のせいやろ。さあ行こうかみたいな感じなんですかね。僕が見える。どの家も全体に白いもやのもので覆われている。近寄ってみて僕は心臓にズキッとした痛みを覚えた。クモの巣だ。クモの巣が集積して家をくるんでいるのだ。小林さん何かを見つけたのか向こうの干木に向かって歩き出した。マリはまっすぐに、はいや、のうちの一軒を目指して進む。加山さんは沼の方に向かって。みんなバラバラやん。ちょっとバラバラに行くのはやめようよ。僕はマリの後を追った。僕は小林さんの後を追った。僕はみんなと別れて別の家を覗きに行った。いやー、それはもうマリを追いましょう。僕はマリの後を追った。待てよ、僕も一緒に。二人で一軒の家の前に立つ。マリは入り口に密集している蜘蛛の糸を無造作に手で剥がした。入るつもりかい。ここまで来て入り口で帰れないわ。待ってよ、僕も一緒に。中に入るとカビの匂いが鼻をついた。赤い鳥の天窓に蜘蛛の巣がたくさん貼られているため、入ってくる陽光はこうか細く、中は薄暗い。かろうじて何があるのか分かる程度だ。一面に土砂が分厚く堆積し腐敗した木製農具が散乱している。特に変わったものはないよね。出ようか。外に出て小林さんが向かっていた干木の方へ歩いた。そこには高さ2メートルほどの黒い木が数本生えていた。白い花が咲いている枝は空を向いているが、先端に黄色い実をつけた枝は垂れ下がっている。
実はたくさんなっており、ちょっと見たところは小ぶりのバナナのようだ。どうしたのおじさん。マリの声に小林さんは振り返った。いや、変わった植物だなと思ってね。そう言われてみれば、枝などは黒光りしてカブトムシを連想させる。カヤムさんもやってきた。ああ、その木やったら山の方にもたくさん生えとるわ。変な匂いがするからわしはあんまり好きやないけどな。小林さんは黄色い実を一つもぎ取った。この実食べられるんじゃないかな。食べる、ようそんなこと考えつくな。さすが料理人やな。いつも素材のことが念頭にあるわけやな。珍しい食材はいつも気にかけてるんです。ペンションの名物が欲しいからなんですが。小林さん、身の皮を剥いた。音がやばい。中からピンク色の果肉が現れた。グレープフルーツ、大丈夫みたいだ。果肉を見つめる小林さんに香山さんが、毒があるかもしれんさかい気ぃつけた方が。あ、小林さんはパクリとそれを口に入れた。食ってもうた。毒があるかないか試すことも時には必要です。うまい。ほのかな甘みと酸味があってさっぱりしている。バナナとリンゴを合わせたような感じだな。調理次第では結構いけるかもしれない。そしてごくりと飲み込んだ。飲み込むんか。君たちも食べてごらん。小林さんは自分で身をもぐと僕たち3人に手渡してくれた。うわ、肝なんか。これよう食べたな。皮に指をかけた。ずるりという感じで皮を剥けた。綺麗ね、マリが言った。確かにその果肉は薄いピンク色だ。だが綺麗だと僕には思えなかった。綺麗だなと僕も思った。うえー、まあ思えへんけど思っとこうかな。綺麗だなと僕は匂いを嗅いでみようとして鼻を近づけた。僕はもっとよく見ようとして顔を近づけた。なかなか魅力的な感じ。果物だ。果肉を包む半透明の粘液のようなものが僕の手を伝って地面に滴り落ちる。方向が辺りに漂った。外国製の香水のような甘くてきつい香り。まるで花の匂いに見せられた虫のように僕はごくりと唾を飲み込んだ。でも食べちゃいけない。もう我慢できない。その瞬間、果肉は僕の口腔の粘膜にぴったりと張り付いた。まるで媚びを売っているように頭の中心がしびれたようになった。僕はなぜか食虫植物に絡め取られた蜂を想像した。甘いねっとりと甘い、そして高貴な味。素晴らしい。鼻腔へ抜けるかぐわしい方向。柔らかでプツリと切れる食感の良さ。ああもうたまらない。僕は口中の果肉を塩化すると2つ目に手を出した。おいしいの通る。僕は3本分を一度に頬張りながらうなずいた。とても返事などしていられない。僕は灌木の前に座り込んで身をもぎ次々と口にした。こんなうまいものがこの世にあるだろうか。たちまち僕の周りはその身の皮が山積みになった。トル君、そない食べたら体壊すで。そうよ、少しならいいけど。だが僕は食べるのをやめなかった。なんていうか手が勝手に動く。いくらでも食べられる。僕は機械のように手を動かしその身を食べ続けた。痛い。鈍痛が腹部にある。どうやら食べ過ぎで胃が悲鳴を上げているようだ。だがやめられない。僕は腹痛をこらえ豚のようにむしゃむしゃと口を動かす。そんなにうまいんやったらわしも食べてみようか。香山さんが果実の一つをかじった。もうほんまや、これはめちゃめちゃうまいわ。驚きの声を上げ香山さんは僕の前から身をいくつも剥いだ。僕は奪われてはならぬならずなら奪われてはならずとその身を取り返した。ケチくさいことせんかって向こうにもなんぼでもあるわい。香山さんは別の灌木のところに走っていた。マリも好奇心負けたのか一つ口にした。おいしい、生まれて初めて。僕はニコニコとうなずき、マリのためにいくつか身を分けてあげた。痛い。腹痛の限界が来ている。でも食べなければ。
ふと我に返った辺りを見回すと、他の3人がけだもののように柑橘を食べている光景が目に入った。小林さんは地面にうずくまり、両手で果肉の口の中に押し込んでいる。葉山さんは枝に直接口をつけて鹿のよか何かのように食いちぎっている。マリーはいくつもの果実を皮を先に剥いてから一気に口に入れている。僕も皮を剥くのがめんどくさくなってきて、そのまま食べることにした。もう胃が痛くて死にそうだ。だけど食べるんだ。食べなくては食べ。はい。ですよね。なんか嫌な予感はしたんですけど、まあいいでしょう。はい。というわけでカット。というわけで戻ってきました。続きをねやっていきたいと思います。これですね、ここから読みましょう。皮は指をかけたズルリという感じで向けて、だが綺麗だとは僕は思えなかった。本当は思えなかったんだ。負けてしまった誘惑に、うわ、妙に生々しい。ツヤツヤとしてねっとりとして、まるで生肉のようだ。表面に免疫のように半透明の体液、液体が付着しているものに気になる。汗のようにその免疫は地面に滴り落ちる。匂いもなんだかコーヒーが焦げたような嫌な匂いがする。いや、もっと似ている何かが。そうだ、髪の毛や爪が焼けた時のあの匂い。僕はとても食べる気にはならなかった。しかし小林さんがニコニコと僕たちの方を見ているのは捨てるわけにもいかない。香山さんはしぶしぶと言って、先端の3分の1を食べて残りはやぶに捨てた。わしの口には合わんな。マグロのトロの塊を丸かじりしてるみたいや。そうかな、美味しいと思うんだがね。小林さんはなんだかねっとりとした口調でそう言いながら、もう僕らから視線を外そうとしない。意を決したのか、マリが口を開けたピンク色の果肉を噛み切ろうとした瞬間、空耳だと思う。いや、確かに聞こえた。誰かが聞くが あざけ笑う声が、そして桃色の忌まわしい形のようなものがマリーを包み込んだような気がした。いけない、一瞬ためらいながらも僕はマリーを突き飛ばした。何するのよ。ごめん、ちょっと向こうの家に入ってみないかい。そう言いながら僕は強引にマリーの手を引っ張って、その監獄の前から離れさせた。食べちゃダメだ、絶対に。どうしておじさん気を悪くするわよ。民族学のフィールドワークだったら野生の食べ物を食べるなんてしょっちゅうよ。異文化を研究する文化人類学者なんか。とにかくダメなんだ。僕はマリの言葉を遮った。ダメなんだマリ、もう食べて、もう見てるんだ俺は、みたいな。デジャブなんだよみたいな。お願いだから僕の言うとことを聞いてくれ。トール、いつからそんな風になったの？え？島にとどまるな。村にも行くな。果物も食べるな。昔のトールはそんなんじゃなかったわ。私がすることを黙って見ててくれた。反対なんかせずに見守っていてくれた。今のトールは私のやることを全部自分で決めて、あれもダメ、これもダメ。そんなトールは嫌い。それは君のことが心配だから。喉まで出かかった言葉を飲み込んだ。確かにマリの立場からするとその通りかもしれない。ごめんよ、マリを束縛する気はないんだ。でもこれだけは譲れないんだ。僕は何の根拠もないのに固くなな言葉を続けた。自分でも言ってて嫌になる。このままマリに嫌われてしまうのだろうか。でもトール、マリは僕の手を握りそっと言った。本当言うと魚みたいな匂いがして気持ち悪かったの。ありがとう。僕は心の底からほっとした。ふと僕は奥屋の奥にあるものに気がついた。床に直径2メートル近い木でできた長持ちの良さそうなものが置いてあった。なんだこれ。シロアリに食われて蓋も本体もボロボロになっている日用品を入れる道具かしら。
それにしては大きすぎるし、農具が入っているのかもしれない。マリは興味を覚えたらしく、長持ちに近づこうとした。うわ。うわ。どうした。飛び出した黒い物体はマリに飛びかかった。猿？いや、人間か？ボロ切れのようなものを身にまとい、そいつはマリの首を絞めようとしている。助けてこる、こいつ。僕はそれの背中に飛びつくと、マリの体から引き剥がそうとした。が、離れない。凄まじい力だ。どうしよう。どうしよう。お前の相手はこっちだ。僕は怪物の背中に体当たりした。そいつはむくりと起き上がると、マリから離れ僕に向き直った。閉めた。こっちに注意が向いたぞ。マリ、今のうちに早く逃げるんだ。 でもいいから早く。マリは震えながらうなずくと外に出ていった。よかった、マリが逃げ延びてくれて。怪物は僕の計算通り僕に襲いかかってきた。うえーい。意外な叫び声とともに僕はそいつは僕に長い腕を伸ばし、僕の喉を締め上げた。すごい、すごい力だ。息ができない。頭の中のスクリーンに白い部分がみるみる増えていく。ああ、僕は死ぬのか。でもいいんだ、僕は英雄だ。恋人を守って死ぬ英雄だ。僕はマリさえ無事ならどうなってもいいんだ。マリ。わ、喉仏の骨が砕けるぐしゃりという音がした。マリ、僕の分まで長生き。はい、というわけで2連続のねバッドエンドを迎えてしまいましたね。はい、うん、まあ、今回はちょっと短くなるかもしれませんが、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。